ポコン。基礎。ソルフェージュ。楽譜、譜面。倍音。音程。純正率。ハモる。陸上部。コンクール。そんなくだらないことどうでもいい、とでも言うように、高坂さんのトランペットは空に響いていた。フルート持ったまま泣いてたな。割とスポコンだよな、吹奏楽部。基礎の基礎ですよ。何年も貴重な時間を割いて、この部活に当ててきたのですよね。それでその演奏しかできないのだとしたら、それこそ時間がもったいない。それでもいいです。みんなで楽しく演奏するのも吹奏楽の楽しさだと思います。だから最初に聞きましたよね、目標はどうしますかと。あなたたちは全国大会を目指すと答えたのです。遅くなってすみません。他のパートで少し時間を使ってしまいまして、低音の皆さんはまず楽器を置いてください。皆さんにはチューニングの音を歌ってほしいんです。歌う？もしかしてソルフェージュですか？何ですかそれ？楽譜を声に出して読む基礎訓練ですね。その通りです。ではまずこの音から。後藤君はあまり歌が得意ではないですか？すみません。大丈夫ですよ、慣れていけばどんどん上手になっていきますから。心配しなくても、はるかよりは上手だし。部長に悪いですよ。では次に同じ音を楽器で吹いてみましょう。いきますよ。3、4。はい、そこまで。今 F の音が聞こえましたか？はい。それが倍音です。音程が揃っている時に聞こえてくる音です。正しく音が取れていれば、今のように純正率と同じ効果でハモります。わかりましたか？はい。ではもう一度。カトちゃんやってみる。クミコちゃんもできるんですか？あんまし得意じゃないんだけどね。中川は全然できない。まあ俺もうまくはないけど。そうですか。後藤先輩っていつからチューバをやってるんですか？中1の冬から。陸上部やめて水分に入った。その時からずっとチューバなんですか？チューバ好きだから。頼むよ、カトちゃん。難しすぎますって。中川先輩。みんなで合わせてみませんか？それからその翌週の合奏まで、それぞれの練習は続いた。よし、曲練行こう。はい。
今までの自分たちのやり方をほとんど否定されたことによる滝先生への不満はとても大きかった。だけどそのエネルギーが部員たちの団結力へと形を変えていった。そして合奏当日、約束の日になりました。この一週間の成果が楽しみです。鳥塚さん、お願いします。よろしいですか。では始めましょう。いいでしょう。細かいことを言えばまだまだ気になるところはありますが、何よりも皆さん今合奏をしていましたよ。小笠原さん、これを皆さんに配っていただけますか。はい。それでは皆さん、お待たせしました。サンフェスに向けての練習メニューです。これ本気でこなすのかよ。一応も曲は何ですか。譜面は明日配ります。お楽しみに。さて、残された日数は多くありません。ですが皆さんが普段若さにかまけてドブに捨てている時間をかき集めれば、この程度の練習量は余裕でしょう。やっぱムカつく。サンフェスは楽しいお祭りですが、コンクール以外で有力校が一堂に集まる大変貴重な場でもあります。この場を利用して今年の北宇治は一味違うと思わせるのです。でも今からじゃ。できないと思いますか。私はできると思っていますよ。なぜなら私たちは全国を目指しているのですから。その挑戦的で屈託のない笑顔を見て、私もみんなも気がついた。この先生は本気だと。そして次の曲が始まるのです。時間がもったいない。時間がもったいない。もしかして、もしかしてソルフェージュですか。その通りです。その通りです。大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。行きますよ。行きますよ。そこまで。そこまで。わかりましたか。わかりましたか。頼むよ。頼むよ、加藤ちゃん。ムカつく。やっぱムカつく。